アスカへ、そしてまだミぬコへ、は、日本の富山県出身の医師、井村和樹ズの手記を書籍化したものである。映画化やテレビドラマ化もされた。骨肉腫のために右足を膝から下で切断、後に肺に悪性腫瘍が転移したことにより、若くして、この世を去った医師、井村和樹ズが家族に対する思いなどを綴った以降、兄弟のアスカは、長女の名。 まだ見ぬことは、亡くなった当時に妻が妊娠していたこのこと。1980年に商電社から出版され、ミリオンセラーとなった。また、妻であった、井村智子による、アスカ、清子の母としても、同社から1984年に出版された。NHK 特集では1981年2月23日に、妻へアスカへ、そしてまだ見ぬ子へとして、 意向をもとに映像化されたものが放送された。1989年、ポニーキャニオンよりビデオ化。手記の朗読は、宇野十吉。1982年1月16日公開。沢村清二の次女、清子の結婚式を抜け出した、長女、アスカが持っている、娘たちに宛てた日記の中には、31年前、沖縄の病院にいた沢村清二は、 薬剤師のミワと結婚し、長野に移住する。娘のアスカも生まれ、幸せだったはずの清二の右膝に悪性腫瘍を発見。清二は悩み抜いた末に、右足の切断を決意するが、ありがとうございます。